今回は BNR34 ですね、スカイライン GTR があるんですけれども、このねドアの部分、これがねもうドアストッパーがねもうバカになって止まらないんですよね。これを今回はちょっと、内張り剥がして修理していきたいと思います。まずね、ドアノブっていうのかなこれ、ここですね、ここのネジを外していきます。で、外し方はもうこういうね内張り剥がしでポンとプラスライがやりますね。おいしょ、内張り剥がしめんどくさいな、これめんどくさいんですよね。外からつけれるようにねしといてくれたら楽やったんですけど、はい、とりあえず外れました。このカバーを外していきます。よいしょ、もう全然力入れずに外れましたね。よいしょ、こんな感じですね。はい、次にこのハンドルですねの部分を外していきます。はい、カバー外れましたね。でこの奥とで上と、はい、次にここね取っていきたいと思います。よいしょ、こんなんポローンとね、はい、これですね。なんかここのビスがえらい硬いですね。ちょっと舐めそうで怖いですけど、とにかくなぜかめちゃくちゃ硬く締まってます。ちょっと頑張って外していきたいと思います。なんとかね、外すことができました。で、あとはね、こういうところね、これ、真ん中押したらね、ポコッと取れるんですよ。これが3箇所かな、こことここですね。はい、じゃあもうね、これでちょっと外れるんちゃうかなと思うんで、外していきたいと思います。はい、じゃあ、早速ね内張りの方を外していきたいと思います。ちょっとカメラがあれなんで、外してから映したいと思います。内張りが外せたので、まだねこの状態では中がちょっと無理なので、とりあえずこのスピーカー外していきたいと思います。はい、スピーカー外し終わりました。止まってるのは3点1、2で3ですね。でなんかちょっと粘着みたいなね、なんかこれはお隣防止のやつかな、振動吸収のねなんかものがありますね。でこの中から、このネジ外して、この中から入れて変えていきたいと思います。はい、これね3点目ですね。ビスは3点で止まってます。はいはいはい、これが新しいねやつですね。中からちょっと工夫して入れて、で止めていきます。でこの後ですね、取り付け自体は完了したので、ここから組み上げていきます。はい、これで左右の交換が終わりましたね。ちゃんとここで止まるようになりましたね。でも思ったより今の車みたいにガチガチ止まる感じではないですね。もともとねこうやって開いててもガーってこう閉じてもたんで、ここで止まってくれるっていうのはちょっと違うかなと
思いますね。で左右もすでに、交換しました。はい、右側も同じように、はい、止まりますね。ここでももともとねここでも止まらずに開いてもバーってこう立ってたんですけど、はい、これも止まります。で、右側に関しては、穴のね位置はほぼ一緒ですね。まあここここで、クリップクリップのこっちもクリップで下の方に4つね止まってます、クリップが。まあこれは引っ張って外してもらうという感じですねぐらいかな。あの取っ手がない分ね、助手席と違って運転席がない分、比較的まあ楽にできたんじゃないかなと思いますね。ただこの中にねパワーウィンドウにつながっているカプラーだけえらい硬くてですね、でまあその外すコツとしては、もうこのパワーウィンドウのカプラーだけ残して、でこのライトのカプラーとこのねミラーのカプラーだけ外して、でこの真ん中のねカプラーだけ置いといて、ちょっとねこう二人がかりでもいいんで、このドアをちょっと縦にしてね、ちょっと縦にして、まあ配線が傷まないように気をつけながら縦にして、で下から小さいね、まあ何か先の細いマイナスかなんかでこうカプラーをこう押しながらつまみを押しながらポンと外すようなね、だからそういうやり方が一番まあ簡単やったかな。この裏のね、プラスネジを外すやり方もあるらしいんですけど、まあ今回はねカプラー外してやりました。はい、これで34のねスカイライン GTR のドアストッパーですねの交換をの紹介を終了とします。